体力自慢の女子プロゴルファーが健康診断を受けてみた。小倉紗恵選手、地元の岡山で健康診断。プロゴルファーは目が命。血液検査全然痛くなかった。さすが看護師さん。胃カメラ、先生は丁寧に説明してくれて安心して受けられたよ。普段は食事や睡眠に健康に気を使っています。正直健康診断よりもインタビューの方が緊張した。みんなも健康診断受けてみてね。